このチームで終わる覚悟、年齢じゃないと思ってて石川県を誇りを持ってる。僕は自分のことセンスあるとは全然思わなくて、今まで一番悔しかったかなと。なぜ金沢ポートへの入団を決意したんですか？僕は石川県出身、誰もがやっぱり自分の地元に T リーグのチームができたら、まあ、興味は間違いなくあると思うんですよ。石川の卓球界を盛り上げたい、まあ、地元でプレーできるならもちろんそれはしたいっていうのが一番大きかったですかね。金沢ポートが新規参入の承認が得られたんですけど、はいはい、そのニュースを見てどう思いました？はいはい、いや素直に、まあ、正直な話でびっくりして、石川でできるのかな、嬉しいというよりびっくりしたっていうの方がそっちの方が強かったですね。ニュースでは進んでるのを見て可能性あるなら入りたいなっていう感じでしたね。移籍を決断するときにやっぱり迷いはなかったんですか？いやもちろん迷いはありましたね。これまで埼玉で、まあ、4シーズン戦ってやっぱりいいチームだし、即決ではなかったですね。やっぱり結構考えましたし、っていう中で、まあ地元でプレーしたいっていうのがやっぱり強かったっていうのが勝ったって感じですかね。センスに恵まれて、人望があって、イケメンで全て順調に見えるんですけど、でもあんまり人には見せない悔しさだったりあるですか？まあ、もちろんなんか卓球選手の中でも結構上位に入るぐらい挫折はしてるイメージあるんですけどね。成績とかいい時はいいですけど、悪い時は悪かったですし、その頃はやっぱり日本代表の中心だったんで、よくいろいろ書かれることもありましたし、なんで挫折いっぱいしたなっていう印象ありますね。で僕は自分のことセンスあるとは全然思わなくて、人望というかその人に恵まれたなっていうのはすごい感じるんですけど、よくセンスがあるとか言われますけど、多分センスがあったりしたらあんまりなんか挫折してるイメージがないですね。そういう人、そういう人って、まあ、センスあるって言われた人だったら水谷さんとか庭ですかね。まあ、なんかそんなに特に大きい大会でなんか負けてるイメージがない。僕は大きい大会でも1回戦負けたかもしますし、卓球界で上位に入るぐらいそのレベルだったらぐらいなんか挫折を味わってるとは思ってます。これが挫折って思わない人もいるかもしれないですけど、僕はそこで戦ってたんで、その世界で時にやっぱ1回戦負けっていうのは想定外だと思うんで、いう意味では挫折、それこそオリンピックもチャンスが出なかったりっていうのを何回も経験してるんで。そのために落ち込むんですか？でもオリンピックの場合は大体分かったです。もう選ばれないんだろうなとは。でロンドンの時ですね、ロンドンの時はその試合に勝てばその結果試合だったんで、負けた瞬間は悔しかったです。自力で行けたところを逃したときは悔しかったですね。イコールだから試合で負けた、今まで一番悔しかったかなと思って。あんまり悔しさがこう見えないタイプですね。でもあ、まあそうかもしれないですね。他の人から見たらそんなに悔しいかは分からないですけど、僕の中では結構な悔しさで、他の人の悔しさよりかは もしかしたら少ないかもしれないですけど、で僕の中では一番の悔しさって感じです。健太さんが32歳、はい、で地元に新しくできた金沢ポートに入る、はい、その後のキャリアも含めて、はい、どんな覚悟でそれをこう決めました？まあ、まずは3年契約していただいたっていうことは、僕は34までは少なからず金沢でプレーすることが決まってて、そこまで評価してもらったことに対してすごく感謝してますし、だから僕はこのチームで終わる覚悟かなと思ってますね。卓球で言ったらやっぱり30超えたりしたらベテランって言われる中で、3年契約していただいて最後までできるまでできるならずっといたい、そういう覚悟です。年齢で勝てなくなるっていうのが健太さんの場合は本当に想像しにくい、はいはい、こうご自身ではこうどう見てますか？いや本当に年齢じゃないと思ってて、その体力的な問題ってあるかもしれないですけど、きつさで考えたら多分あんま変わらないと思うんですよね。で普通に
練習やってれば筋力とかも落ちるわけじゃないですし、なんか技術がそんなに落ちるっていうイメージがあんまなくて、技術的なことに関して僕衰えとかないって思ってて、むしろいろんな戦術が増えていっていろんな勝ち方をできるかなっていうので、そこは本当に自信を持って言えるかなと思います。 T リーグに参戦してから、丸5年、はい、何か選手として考え方が変わったところってありますか？まずはより見られてる意識が強くなりましたかね。いろんな振る舞いが全て見られてるっていう、まあそれは年齢とともにかもしれないですけど、応援されてるなっていうのがよりなんか感じるようになりましたね。今まではなんか個人スポーツって感じだったんで、やっぱり埼玉 の, そのサポーターの人たちが応援に来てくれたり、その人たちがいるからやっぱり勝たないといけないっていうのはもちろん、だからそういう意味ではやっぱりプロ意識、T リーグができる前よりかは意識してますかね。それは日の丸を背負ってた頃のこう背負う感じとは違うもの？違いますね。日の丸を背負う時ってまたなんか違う重みがあって、 T リーグってやっぱりそれこそファンミーティングとかあったり距離がやっぱり近いんですよね。応援の声が直に届くっていうのはなんか感じますね。まあ、もちろん日本代表の時ももちろんありましたけど、なんか距離は近くなったかなっていうのはすごく感じます。ケイタさんにとっては T リーグは一言で言うと何の場所なんですか？いい質問ですね。でもそれこそそこは本当に戦ってるんで勝負の場かなとは思いますね。別になんか楽しくやろうとも思ってないですし、ガチで勝ちに行くことだけで考えてないんで。勝ち越しを目指していくっていう目標を、はいはい、それはずっとありますね。結局、まあ、何試合出るかって正直分かんないんで、その2桁勝利とかより勝ち越しの方が重要視してますかね。チームが勝てないと健太さん自身が勝っててもつまらないですか？つまらないですね。 T リーグがチームスポーツなんで、個人だけが勝ってても逆に負けてチーム勝ったら嬉しいですし、結果的にそこが全てなんで。自分のカラーだっていうところはどう考えてますか？はい、僕は前に出るタイプではないんで、自分が先頭だって思わないんですよね。みんなのチームになったらなんか理想なのかなと思います。その一人一人が、例えで言ったら嵐みたいな感じですよ。みんなが色を持ってる、そっちが多分それこそ応援してもらえるチームだと思うんですよ。金沢ポートを応援するファンの方々が増えると理想かなと思って、入りはその例えばじゃあ僕を見に来てくれて、で最終的に全体を好きになるっていうのがなんか僕の中で理想だと思うんですよね。チームへの思いがやっぱりすごく強いですね。やっぱりチーム戦なんで。それは T リーグに参加し始めてからこう変わってきたところ、昔から？あ、そう、いや、やっぱり T リーグ始まってからですね。国際大会とかの団体戦とかではチームとして戦うっていう意識ありましたけど、こんだけなんか長い期間あるのはやっぱり T リーグ初めてだったんで、まあブンデスリーグも2年間そうでしたけど、でも T リーグこの年になってからやっぱり感じることもいっぱいあるんで、チームっていうのはすごく意識するようになりました。石川県七尾市出身で、はい、健太さんはでも、一応中1の秋から離れて、はいはい、もう離れて久しいじゃないですか、はい、そうですね。でも地元の思いってやっぱあったんですか？なんかなんだかんだありますね。その帰るのは本当に1年に1回ぐらいしか実家とかに帰んないタイプなんですけど、でもやっぱり石川県民っていう思いはずっと強かったですし、石川県を誇りを持ってるっていうのはずっとありました。いつかは住む場所も移してってあるんですか？いや、なんか僕のその考えはT リーグは最終的にそうなるべきなんじゃないかなっていうで、住んで、でそこでまあ練習とかもしてっていうのがなんか本来のプロチームのやり方なのかなっていうのはもともと考えがあって、家族と相談になりますけど、でも僕はもともとそういう考えではありました。ここ変わったなってありますか？こう戻って。あ、でも街並みはやっぱり全部変わりましたね。僕が知ってる七尾市じゃないです。そういうこと新幹線もなかったですし、まあ、七尾までは通ってないですけど、だいぶ変わりましたね。でも相変わらずコンビニは少なかったですけど。斉藤明監督のことは知ってましたか？知ってましたよ。
対戦は多分ダブルスしかしたことないんですかね。思い切りのいい卓球するイメージらしいです。え、3-0で勝ったっけ。 3-1 か。いや、3-0だ。あ、3-0。青森山田だったら飲まれる選手が多いんですけど、なんか飲まれない選手のイメージがありました。金沢ポート監督としての斉藤明にどんなことを期待しますか。持ち前のコミュニケーション能力を最大限に使ってもらって、雰囲気のいいチーム作りというか、なんかあのチームいいよなっていう周りから見て思われるチーム作り、誰に対しても臆することなく喋る、だからアドバイスも含めてガツガツしてほしいなって感じですね。監督だからそこを意識して性格を変えるとかじゃなくて、まずありのままのスタイルやってほしいなと思います。あのチームいいよなって本当に僕らも目指すところで、はい、でもそれって何なんでしょうね。何が必要なんだろう。ファンの人たちの交流とかももちろんそうです。イベントをたくさん やるのもいいですし、僕が普通に見てて感動するのはやっぱり勝った時に抱き合ったりとか、なんかすごいいいチームだなとか思うんですね。そういう時に、まあ、金沢ポートなりのいいチームだなって思ってもらえるスタイルを目指していくのが、まあ、いいのかなとは思います。金沢ポートの経営に入るラリーズはどう見てますか。普通に面白いなと思いましたけどね。別にルールはないですけど、普通はダメでしょって思う人はいますけど、でも実際ちゃんと見たら、それこそ読売新聞がチームを持ってるとか、中日新聞が持ってるとか、それこそブンデスリーグ行ったらザールブルッケンでチャンピオンズリーグ優勝したチームがティバがやってるし、ちゃんと見たら当たり前のことなんですよね。でも卓球界では多分なかったから、普通に面白いなと思いましたね。面白いことするなっていうのは思いました。そうやってなんか変わんないと、なんか発展にもつながらない気もしますし、今はもう多分違和感ある人とかいないんじゃないですか。じゃあ卓球界なかったから、だから発展のためにはすごい良かったんじゃないかと思います。金沢ポートのホームマッチ、はい、どんなことを、どんな風な雰囲気、どんな工夫があるといいなって思いますか。卓球だけじゃなくて、その試合だけじゃなくて、その他でもなんか楽しんでもらえる会場作りというか、卓球だけ見てると、まあ、2時間半とかだったらもしかしたら長いと感じるかもしれないんで、だからこそちょっとガヤガヤしてて喋りながらでもいいと思うんですよね。それこそまあお酒飲んで、でご飯も食べながら、プロスポーツの一つの醍醐味でもあると思いますし、なんか半分もお酒飲みに来るぐらいの感覚でもいいと思うんですよね。僕は野球の試合見に行きますけど、全然半分お酒を飲みに行ってるみたいな感じなんで、開放感あるところで飲めて気持ちいいぐらいな感じで、でなおかつ試合でも楽しめる、それが結構理想だなと思いますね。応援スタイルができて盛り上げてくれたらプロリーグっていう感じがする。僕がやることじゃないんですけど、金沢ポートのサポーターになってくれる人たちにはぜひお願いしたいなというところです。次第2の松平健太をやっぱり育てるのが我々の使命かなと思ってるんで、なんかそういったエールを、いや、それこそ僕を超えてほしいですね。この T リーグの金沢ポートができるからこそ、可能性はもっともっと広がっていくのかなと思っているので、それこそ石川県でずっとプレーしてもいいですし、金沢ポートができることによって高校卒業して金沢ポートに入って、でもっと多分その時はすごいいい環境になっていると思うんですよね、今より絶対。でそこでなんかもうずっと骨をうずめるというかっていう環境も多分将来的にはありそうな気もするんで、野球でいうジュニアみたいなとこからいる選手が育って最終的に世界でメダルを取ったりするっていうのがなんか理想だと思うんで、このエンデバークラブでもいいですし、松屋スポーツでもいいですし、とりあえず超える選手を期待してます。お願いします。よろしくお願いします。自分より強い人に教えれないっていう感覚を持ってる人多すぎるんじゃない。闇がないっていうか、その欲なくてやれる、それがないって言われるんですよ。だから勝てない。それどう